信用金庫が富士通とともに基盤となる新システムを研究開発することを発表しました。高知信用金庫は富士通とシステムパートナーとして50年以上にわたってさまざまな開発に取り組んでいました。現在、高知信用金庫が顧客情報などさまざまなデータの管理に利用している大型コンピューターは2030年の販売終了が予定されています。このため、高知信用金庫は新しい基盤となるシステムを富士通と研究・開発していくことになりました。顧客向けのシステムはより便利に、社内向けのシステムはよりセキュリティを強化することで、地域に役立つテクノロジーを追求していく方針です。また、研究開発を通して、システムを開発・管理する人材の専門性や技術力の強化にもつなげたい考えです。高知特化型の信用金庫として地域のシステムを、自分たちの自由度の中でいつでもサービス提供ができるためのチャレンジですので、頑張って地域のインフラをしっかり持たすというところが一番のテーマですから、歯を食いしばってみんなで取り組んでいきたいと思います。高知信用金庫は2030年までの完全移行を目指して研究開発に取り組んでいくとしています。